Sate, iku to suru ka. Ii tenki da. Sora ga suikomare sou na kurai sunderu. Konna hi wa nani ka ii koto ga ari sou da.随分とご機嫌みたいだ。こっちはこれで終わりっと。あ、洗濯か。いつも大変だな。そんなことないですよ。こんな日に洗濯物を干すのって好きなんです。こんないいお天気は久しぶりだから嬉しくって、溜まってた洗濯物を全部洗って、ついでに寝床の干し草も取り替えて、やることがいっぱいあります。そうだ、自分も手伝おうか。え？ほら、貸してごらん。あの、そんなことまでしてもらわなくても。いいからいいから、一人より二人の方が楽しいだろう。あ、もしかして余計なことだったか。いえ、そんなことないです。それなら手伝わせてくれ。洗剤の香りかな。洗濯物からん？何か？いいえ、ごめんなさい。ただ？ただ？なんでもないです。あ？何を言いたかったんだ？腰が、これ結構大変だな。それにしてもこのやたらと多い布切れというか、トゥパイというか、これはなんだ。包帯にしては短すぎるし、布地が厚いか。うん、エルル、これは。はい、何ですか。ほら、この布切れというか、トゥパイというか、これは何に使うんだ。と、エルル？なんでもないです。これはその、なんでもないです。なんでもないって。本当になんでもないですから。あれから何度ここに通っただろうか。最近この子の笑顔をよく見るようになった。初めの頃の痛々しいほどのか弱い微笑みが、今では微笑みに生命の灯火を感じる。白愚呂や、そろそろ帰るへ。もう行ってしまうのですか。またすぐに来るよ。それまで楽しみに待っててくれ。はい。それでは、ゆずはもお見送りします。
何を言ってる。お前はおとなしく寝ているんだ。でも、あまり兄を困らせないでくれ。はい。それではトゥスクル様、ありがとうございました。それではの。トゥスクルさん、先に行っててください。自分はこの男に話があります。話？まあ、ええ、先に行ってるで、夜明けまでには戻るんじゃな。なんだ、俺に話とは。なぜあの子を縛りつける。何？もう少しはあの子のしたいようにやらせてあげたらどうだ。何かと思えば、俺のしていることは全てユズハのためだ。赤の他人が口を挟まないでもらおうか。ユズハのためか。自分にはあの子を檻の中に閉じ込めているようにしか見えないがね。何？不憫な子だ。日の当たらない部屋に縛り付けられ、外の世界を知ることなく、天津さえ友達という言葉も知らなかった。これが本当にあの子のためか。うるさい！何も知らない奴が勝手なことをほざくな。ユズハは強い日差しのもとに出ることができない。ああしていることがユズハにとって一番なんだ。あの子がそれを望んでいるか。たとえ命短くとも、自由に精一杯生きてみたいと、そう思っていると考えたことはなかったのか。そんなはずはない。ユズハのことは俺が一番よく知っている。だとすれば、その目は飛んだ節穴だな。何？それとも、そんなに自分のしていることをあの子に知られたくないのか。あの子を自由にして自分が賊と知られるのがそんなに怖いか。図星か。黙れ。だから義賊などと自分をごまかし、他をごまかし、最後はユズハをごまかすつもりか。黙れ。もう一度同じことを抜かしてみろ。虫の鳴き声が消えた。このチリチリとした感覚と以前とは比べ物にならない圧迫感。なるほどな、これがこの男の本質か。何度でも言ってやろう。お前はただ自分が満足するためにあの子のためだとごまかしているだけだ。死ね。後ろ。今の少しでも遅れていたら間違いなく首が飛んでいた。首をはねることに何のためらいもない立ち筋。本気というわけか。早い。二刀流。しまっ。
出血が激しいのか。指先の感覚がない。やるな。今のを下げたのは貴様が初めてだ。だがその傷では満足に動かすことはできない。そうでもないな。この程度のかすり傷、舐めれば治る。そうか。どうする。かろうじて動く。これでは舐めて血を舐める。血をやってみるか。トゥスクル様に免じて一度だけ機会を与えてやる。さっきの言葉を取り消し、地にひれ伏せ。言葉を取り消す。お前がユズハという名の愛玩動物を飼っていると言われたことが、そんなに気に障ったか。というのは案外粘着力があってな、擦ってもそう簡単には拭えんよ。これで終わりだ。その程度で俺が倒れるとでも思っているのか。いや、倒れるな。まだ体が言うことを。面白いだろう。世界がぐるぐると回り、体は泥のように重い。いくら気力を振り絞って立とうとしても、体がそれを許さない。貴様、何をした。少しばかり揺さぶっただけだ。感覚が鋭いことが災いしたな。どうもがいてもしばらくは立つことすらできん。こういう戦い方があることも覚えておくんだな。さすがに無茶しすぎたか。気が済んだかよ、このバカタレども。トゥスクルさん、先に帰ったのでは。うん、大方こんなことだろうと思っとったわい。俺さっさとそこに座らんか。別の場所を縫われたくなかったら動くでないよ。え？その程度で悲鳴を上げるとはな。ほれ、お前さんも消毒しとけ。トゥスクル様、しびる。男ならグダグダ言うでないよ。悲鳴を上げるとは、何だって。何だと。ひどい目にあったな。分かっていたさ。ん？そんなことは言われなくったって分かっていた。
だが俺にはこうするしか。こうす若様、こんなところに。何事だ、騒がしいぞ。ユズハ様がユズハが、ユズハがどうした。まさか。これは、おい、ユズハ、しっかりしろ。どうしたんだユズハ。ユズハに何があった。それが若様が出られてからすぐに熱が出て、それでどんどんひどくなってくみたいで、もう意識が。なぜもっと早く知らせなかった。申し訳ありません、急いで知らせようとしたんですけど見つからなくて。そのトゥスクルさん、トゥスクルさん、なんということ。トゥスクルさん、姉様。トゥスクルさん、どうしたんです、うん、まさかこいつはユズハから光を奪った。トゥスクル様、ユズハを助けてあげてください。お願いします。この通りです。頭を上げよ。誇り高きお主が土下座などするものではない。このトゥスクル、命に代えてもこの子を見捨てるような真似などせぬ。トゥスクル様、すごい。エルルーが調合しているところは何度か見たが、それとは比較にもならない。これを見るがいい。その粉は硬派を粉末にしたものじゃよ。硬派、硬派にしては色が紫色の硬派。無為硬派というものじゃよ。無為硬派、まさか。あの、なぜトゥスクル様がそんなものを。何をあんなに驚いている。無為硬派とかに何かあるのか。僕にもよくわからないんですけど、もしかしてその一かけらで一生遊んで暮らせるっていう、あの無為硬派のこととか。そしてこれを先ほど調合した薬品と混ぜ合わせ、煎ずる。できたよ。これを少しずつ湿らせるようにして飲ませるんじゃ。はい。ほら、ユズハ。落ち着いたようじゃな。これで峠は越えたじゃろう。本当ですか。ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。よかったな、ユズハ。本当に良かった。じゃが、あのまま旅立った方が幸せだったかもしれん。それはどういう意味ですか。まだ終わっとらん。いいかい、心して聞くとえい。ユズハのこの発作はこれだけで終わらん。二度三度と不定期にその命が尽きるまで続くはずじゃ。ですが発作が起こったとしても、薬が、この薬さえあれば。その度に
この無意向派の粉を使うのかい？わしが持っているのもあと数回分しか残っておらん。それを使い切り、そしてその次の発作が起こったら、その時は覚悟しておくれ。そんな。ではまた発作が起きたら、この子は他に方法は、ユズハが助ける方法はないんですか？なぜだ、なぜユズハばかり、この子が言った何をした。とても素直で優しくて、もし一匹だって殺したことのないこの子に一体何の罪が。おぼろ、ユズハ、ユズハ、もう大丈夫なのか？気分は悪くないのか？ん？ユズハはどうかしてたのですか？ユズハ、もしかして発作があったことを覚えてないのか？お兄様、声が震えてますけど、どうしたのですか？何でも、すまないな、起こしてしまって。あ、赤浦様、お帰りになったのでは？ちょっと忘れ物をしてしまってな。そしたらつい話に夢中になってしまった。騒がしくしてすまなかったな。急に起こしたりして気分は悪くなってないかい？トゥスクル様、はい、なんだかとってもいい気分です。こんな気分久しぶり。それはよかった。その分ならもうすぐ治るじゃろ。本当？もちろんじゃって。そしたら私、やってみたいことがあります。なんだい？ユズハは思いっきり走ってみたいです。いい香りのするお花畑の中を思いっきり。そうかい、それなら体が治るように頑張らないといけないね。はい。何をしている？笑え、声を出して愉快に笑え。悟られるな。笑え。急に走ったりして転ぶなよ。さて、もう戻らないとな。ユズハはもう少し寝ていた方がいい。白オロ様、また今度も来てもらえますか？ああ、きっと。
っと来るよ。だからちゃんとご飯を食べて、薬を飲んで、一日も早く元気になるんだ。はい、待ってます。なんでトジを。どちらへ行くつもりですか。残念ですが、ここから先は行き止まりです。賊が忍び込んだとのことでしたが、王城の蔵に手を出すとは大胆なこと。手荒な真似はしたくありません。おとなしく投降してください。ふん、ずいぶんと舐めてくれたものだな。まさかたった一人でこの俺を取り押さえられるとでも思っているのか。ええ、あなた程度でしたら私一人で十分です。何？抵抗するだけ無駄です。あなたでは私に勝てません。もっともさすがにその逃げ足には追いつけそうにありませんね。ですから捕まりたくないのなら逃げることです。背を向け、尾を巻いて、全力で相応の哀れな悲鳴を上げながら。言ってくれたな。ならば試してみるか。無駄な贅肉のない均衡の取れた肉体、速さを重点に置いた戦術を得意としますか。何？感覚が鋭く、モノノフとしての資質も悪くない。おそらくほとんど負けるということを経験していないのでしょう。うぬぼれ、おごり高ぶるにはこの上ないですね。そしてそのおごりは冷静な判断力を鈍らせる。弱い獣はよく吠えるというが、貴様も同じようだ。その吠えるだけの獣に何を尻込みしているのです。まさかおじけづいたのですか。言わせておけば。こいつただ突っ立っているように見えて隙がない。下手に飛び込めばその槍で串刺しか。懐にさえ飛び込めば、そこ。良い立ち筋です。とても素直で先が読めるほどの。あれを食らってまだ意識がありますか。名前を聞かせてもらえますか。人に名を尋ねるなら自分から名乗るんだな。そうでしたね。私の名はベナウィです。ベナウィ、なるほど。お前が、さあ、あなたの名前を教えてもらえますか。オボロ。オボロ、そうですか。殺せ、探し物になる気はない。殺せ。
どうした？殺せ！待て！どこへ行く気だ？致命傷ではありません。運が良ければ逃げ切ることもできるでしょう。何のつもりだ！情けをかけるか！なんとか言え！弱い獣ほど吠えるですか、あなたの声。何だ、私が手をかける価値もありません。そんなに死にたければ勝手にすることです。そこで地に這いつくばっていれば、他の者が先を争ってその首を上げてくれることでしょう。待て。それであなたの気が済むので。待て。それでは。待て。俺が本当にやるつもりか？うん。嬉しそうにうなずいちゃってるよ。ああ、尻尾があんなに勢いよくやる。うん。はちみつはちみつ。キャッホー。とほほほ。まさか蜂の巣取りに付き合わされるとは。こんな袋をかぶっても何匹かは刺されるんだろうな。それじゃやるね。ああ、うん、あ、オボロ、お前その怪我。オボロどうした？しっかりしろ。探せ、この辺りに潜んでいるはずだ。まさか追われて。オボロ、この中に入れ。貴様ら、この辺りで怪しい男を見なかったか？怪しい男？いえ、見かけませんでしたが。本当か？隠すとためにならんぞ。お父さん、あっち。アルル？ん？知っているのか？向こうに何かいる。この奥か。行くぞ！はっ！アルル、この奥って確か。嘘じゃないよ、何かいる。なあ！いた、隊長、蜂であります。ひるむな、進め。無理であります、隊長。蜂蜜。俺に構うな。これ以上あんたらに迷惑をかけたくない。今さら何を言ってる。それ捕まる。このままでは間違いなく奴らに捕まる。お前がいなくなればユズハはどうなる。お前はまだ死ぬわけにはいかないはずだ。そうだ、俺は捕まるわけにはいかない。だがそれ以上にあんたらを巻き込むわけにはいかないんだ。これ以上巻き込むわけには。強情なやつだな。わかった。だが傷の手当てだけは受けていけ。そのままではとても逃げ切れない。すまない。しょ、
ちゃんみたいにうまくないから。いや、だいぶ楽になった。本当に感謝してる。うん、そうか。王城の蔵に手を出して、それで他の連中はどうした？今回は俺だけだ。個人的なものだからな。個人的？ああ、どうしても大金が必要だった。無意紅白世話になった。この礼はいつか必ず返す。あ、本当に行くのか？これ以上ここにいるとあんたたちも仲間と思われる。大丈夫だ。俺は簡単に捕まる気もくたばる気もない。あの男にこの借りを返すまでは。おぼろ、いたぞ、あそこだ。しらばれ、回り込んで包囲しろ。お父さん。大丈夫だ。あの男ならきっと逃げ延びる。うん、捕まるなよ。おい、ここにあるやつも全部運び出せ。はっ。待て、何をしてる。あんちゃん。てめえか。見てわかんねえか。収めるもんを収めてもらわねえとな。貴様。あ？なんだこの手は。やるってのか？ふっ、腰抜けだ。おい。気絶するのはまだ早い。あんちゃん、ぬがんぎ、てめえ動くんじゃねえよ。俺様の声一つでこんな集落どうにだってできるんだぜ。ああ、まだ立てるとは大したもんじゃねえか。だがな、てめえは俺様の前では地べたに這いつくばるって決まってんだな。おい、てめえら、この男を取り押さえろ。はっ。いいざまじゃねえか。よーエルル、見ろよ俺の力を。それに引き換えこの男の情けねえつら。ナワンギ、これで分かっただろ、俺の力がよ。こんなところは捨てて俺と一緒に。もうやめて。え？そのままだと本当に本当にヌアンギのこと嫌いに。何言ってんだ、冗談だろ。エルル、どうしてわからねえ俺が。
この俺様がこんなにもお前を思ってるのに、なのになんで俺のものにならねえんだよ。わからないよ、そんなの。ヌワンギこそどうしてそうなの。どうして人の痛みを理解できなくなっちゃったの。あ、何言ってんだ。俺は藩主の跡取りなんだぜ。俺のためにこいつらが尽くすのは当たり前だろ。本気で言ってるの。だとしたら、そんなヌワンギなんだと絶対に一緒に行けない。なぜだなぜだ、なぜだ。ならもっと調子を厳しくしてやる。それが嫌なら俺の女になれ。そうすればエルルーの言う通りやめてやる。ヌワンギ、おめえそこまで腐りやがったか。うるさい。どうだエルル、俺の女になるか。ダメだエルル。でもたとえどんなことでも必ずみんなで何とかする。だから好きに言わせておけ。黙りやがれ。このカラクソが。ゴロさん。心配いらない、平気だ。エルル、なんでそんな男をかばう。そうか、この男だな。この男がお前をたぶらかしたんだ。いいざまだな。あんた、てめえ、もう我慢ならねえ。貴様ら、大人。やかましい。ここまでコケにされて黙ってられっか。やめて、もうやめて。だったら俺と一緒に来い。そうすればこいつを話してやる。それだけじゃねえ。今後この集落からの粗はなしにしてやる。本当に私、約束してやるぜ。ダメだエルル。さあ来いエルル。哀れな男だね。何？ババア。大勢で押しかけ刃物をちらつかせて自分一人では何もできないのかい。全部他人の力で、自分のものは何一つない。一番哀れなのは自分でそのことに気づいてないことさね。いや、気づこうとすらしないのかい。黙って聞いてりゃ、俺はもう昔の俺じゃん。ああ、昔は少しばかり骨のある男じゃったわい。
それがこんなふぬけになるとはの。何このたわけが。今日はこのくらいにして。なんだこのババア。おいババア、ヌアンギ様にそんな口を聞いて覚悟はできてるんだろうな。本当のことを言って何が悪い、このババア。え誰だ、石を投げたやつだ。お姉ちゃんを離せ、おばあちゃん離せ。ダメ、アルル。この離せ離せ、このガキ。アルル、ま無礼者めが。やめて。おばあちゃん。うん。トゥスクルさん。チッ、ババアか。邪魔しやがって。ばあちゃん。てめえ！あっ！な、何を？なんてこと！なんてことしやがった！しかし、エルル、違う、違うんだエルル。俺じゃない。勝手に、そうだ、勝手に飛び出してきて。なんだお前たち、寄るな、こっち寄るな。行くぞ。はい。おばあちゃん、しっかりして。おばあちゃん。待っててね、おばあちゃん。すぐにお薬ができるから。だからしっかりして。いや、もういい。自分の体じゃもう助からんくらい。わし、そんな弱気なこと言わないで。おばあちゃん、アルルの。アルルのせいで。アルルのせいではないって。ちょうどわしも石をぶつけてやろうと思ってたところじゃって。かわいい孫
ガムたちが黙っているほどお人よしでないからの。おばあちゃん、二人とももっと早く顔を見せておくれ。の自慢の孫じゃ。弱気になっちゃダメ。こんな怪我すぐに治るから。エルルはますます姉様そっくりになっていくの。美しくてとても優しかった姉様にまだ言ってなかったね。エルルという名は大好きだった姉様の名前。それじゃあおばあちゃんがよく聞かせてくれたお話って。お前の名前は姉様からいただいたんだよ。アルルや、お前はわしのちっちゃな頃にそっくりじゃ。今じゃ想像つかんかもしれんがの、あの頃はかわいいかわいいとよくかわいがられたもんじゃ。おばあちゃん。いいかい、二人とも仲良くな。時には言い争うのもいい、喧嘩するのもいい。お前たちはこの世でたった二人きりの肉親。どんなことがあっても二人で力を合わせて。死んじゃやだ、死んじゃやだ。アクオロや。はい。最後にこの老いぼれの頼みを聞いてもらえぬか。頼みですか。わしはもう十分すぎるほど長く生きた。じゃからこれからの旅立ちに頼むじゃが、気がかりなのはこの子たちのこと。私がいなくなったらこの子たちはどうなるのか。それを考えると安心して旅立てる。この子たちのこの老いぼれ最後の願いじゃ。どうか。手作りさん。ダメ、そんなこと言わないで。おばあちゃんも一緒じゃなきゃ。エルル、だっておばあちゃんが、おばあちゃんが。もう休ませてあげよう。ドスクルさんは、いや、行きたくない。そうやってドスクルさんを苦しめる気なのか。自分でももうそんなの。わかりました。この子たちは責任を持って預かります。ですから安心して。おお、そうかい。おばあちゃん、おばあちゃん。レオ、あの人と出会い、
だよな。そんなの思い残すことはない。ええ、困った時はお互い様じゃって。第一まだ傷も癒えとらん、そんな体では満足に動けんじゃろ。言うたはずじゃ、この男は家族じゃと。それともそれ以上ダダをこねてわしを怒らす気かえ。せたよ。他に誰がおるんじゃ。何、今までと同じと思えばええ。ちょいと忙しくなるがの。この矢はそうか、呼んでいるのか。待たせたな。トゥスクル様、トゥスクル様、どうなさった。行かれた。聞こえなかったぞ。もう一度抜かしてみろ。行かれた。もう一度、もう一度抜かしてみろ。行かれた。たった今旅立たれたところだ。なぜだ。なぜあんたがいながらトゥスクル様を守れなかった。あんたには救われた恩もある。何よりユズハに微笑みをくれた。最近ユズハはあんたのことばかり話すようになった。あんたのことを笑いながら楽しそうに話す。いつも部屋の外を気にして扉が開くのを待ち焦がれるようになった。扉を開けると嬉しそうな笑顔を向けて、あんたじゃないことが分かると一気に沈む。そんなユズハを見て、そんなにしたあんたに殺意を抱いた。だがな、認めたくはなかったが、惹かれてもいたんだ。なのになぜだ。あんたがいながらなぜなんだよ。なぜあの人があんな死に方をしなければならない。答えろよ、答えろ。頼む、答えてくれ。なんとか言ってくれよ。すまない。ちくしょう、ちくしょう、ちくしょう。
ちくしょう！あんたに頼みがある。頼み？ああ。あんたにしか頼めない頼みだ。それは構わないが、何をだ？お連れしました。預かってほしいというのはまさか。ついでにと言ってなんだが、こいつらも頼む。若様、僕たちもお供します。お願いです、連れてってください。お前たちはここに残れ。そしてこれからは辺境の民となって暮らすんだ。そんな、若様、若様。まさか、お前。トゥスクル様は俺たちにとって親も同然の方だった。俺は親を殺されて黙っていられるほどお人よしではないんでな。仇討ちか。それでトゥスクルさんが喜ぶとでも思っているのか。喜ぶどころか、決して俺を許さないだろうな。それでも俺は奴らを許さん。やめろ。今までお前がしてきたこととは違う。生きてはも、お前がいなくなったらこの子はどうなる。あんたがいてくれる。ユズハはこの先長くはないだろう。ならばその瞬間までユズハの好きにさせてやりたい。まさかお前そのつもりで。これでもう顔を隠す必要はないな。ユズハを頼む。待て、あのバカが。どうすればいい。このままではおぼろが。すぐに追いかければ。いや、それではあの男の足には追いつけない。また見殺しにするのか。見殺さなければ。トゥスクル様はアンちゃんに全てを託した。なら、これからはアンちゃんが村長だ。さあ、行ってくれ。これからどうするのか。俺たちはどこまでもアンちゃんについていく。自分の、ダメだ。いや、自分には村長なんか無理だ。そう言ったのは別の誰かが。いや、他の誰でもねえ。あんちゃんがやるんだ。
若様を、若様を助けてください。わかるんです、若様はもう。どうして僕たちが辺境のさらに奥で隠れるように住んでいるか知っていますか。若様と同じなんです。権力争いに敗れた一族とか、罪を着せられ追われていたりとか、こんなところまで逃げて野垂れ死にするところを救ってもらいました。僕たちも、僕たちも若様と同じなんです。自分はダメだ、言うな。それを言ったら後戻りできなくなる。勝手なことを。みんな、自分たちが何をしようとしているのか分かって言ってるのか。ゆず、後戻りはできなくなるんだぞ。ああ、分かってるぞ。分かってない。女子供を巻き込むことになるんだ。女子供が、なんだい。ソポックさん、言ってくれ。あとはアンちゃんの一言さえあればいい。アンちゃん、どうする。自分は、トゥスクルさん、自分は、自分は、蔵を開けろ。こんなことになっちまったんだよ。俺じゃねえ、俺が悪いんじゃねえ、俺がやったんじゃねえんだ。俺が、貴様がヌアンギか。なんだてめえ。死ぬ覚悟を決めたのか。死ぬのはてめえだ、バカが。形勢逆転ってやつだな。あ？
忍び込んだネズミというのはそいつにやもか。親父。探す手間が省けたぞ。ずいぶんと息のいいネズミにゃんも。今宵は退屈せずに済みそうにゃんもよ。なめるな。おみやごとき若造がこの国で最も賢く優雅で気高く強い者の負のわしに勝てるとでも思ったにゃも。もっとも愚かで下劣で臭みの強い、にゃぷにゃぷ。面白いよ今日思いついたにゃもよ。今のはもしかして若様が。若様、待ちな。俺たちの目的を忘れたんじゃないだろうな。それはアンちゃん。ああ、もう一度説明する。まず少人数で内部に侵入。誰でもいい。誰か一人がここまでたどり着き、ここにある門を開ける取っ手を回し、門を開放する。門を開ければ外にいるみんなが押し寄せてくる手はずだ。そして一気にここを制圧する。だが実際は言葉で言うほどできることなら、せめて戦をするだけの足固めをする時間が欲しかった。そこにいるのは誰だ？迷っている暇はない。行くぞ。